おはようございます、えー、京都大学の北川でございます、えー、現在、えー、高等研究院物質細胞統合システム拠点というところにおります今日私がお話しするのはですねまあこのタイトルですがこういうような骨格を持った材料ですそれでは早速えっ、ー、と三つの部に分けて話しさせていただきます一つは我々の取り巻く世界それから二番目が私の科学が どういうバックグラウンドで進んできたか、3番目がどういうことができるかというところでお話しさせていただきます。さて、19世紀に英国はです、ね、産業革命をしました、すなわち人類はです、ね、非常にエネルギーを使う、そう,そういうようなあ社会構造を作り上げてきたわけです。その時ですね、何を使ったかといいますと、この石炭を使ったんです、エネルギー源として。じゃあ、20世紀は何か、ご存知のように、これはです、ね、石油です。じゃあ 現今の正規はどうかというと、これはですね、気体、すなわちこういう天然ガスのようなものだろうと。どういうことかといいますと、固体というのはゴロゴロ転が,っておいて転がしておいても大丈夫なんですが、液体はです、ね、容器がいります。気体はもっと精密な、そして頑丈なものがいるわけです。すなわち、技術はですね、非常に簡単なところから難しいところへ向かっています。しかしかながらです、ね、石油や天然ガスは ゆくゆくなくなっていきます。で、その時ですね、我々は何に目を向けるかというと、どこにでもあるもの。それは実は期待なんです。今日はそれのメッセージです。で、それでですね、これはですね、横軸のイヤーあ年で出た。 縦軸にですすねあの人口を取っています、えー、先進国はこの,この紫で、これがあの発展途上国ですが、我々今ここにいます、よく見ると、ですね先進国の人口、ほとんど変わってないのに、発展途上国はどん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 伸びている、これ、何が起こるかというと、ですね数十年前に先進国がエネルギー、支援、それから食料、水、ほとんどを、ね、独り占めしていたんですが、シェアする必要が出てきたこの地球上で。 ところがですね、シェアなんてそんな簡単にできない、どうなるかというと、それぞれがナショナリズムを持って奪い合う時代になってきたわけです。で、これはですね、2014年にサイエンスのーアーティクルに書いてあったことなんですが、いわゆる2100年の予測はですね、123億人になると言われています。で、そんなこと、本当かなと思ったんですが、実はですね、つい最近、国連がですね、さらにあのあのこの解析を行いまして、まず2050年には98億人ぐらいになるだろうと。 そして2100年にやっぱり100億を超えるだろうと言われています。すなわち人口がどん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 増えてくるわけです。どうしたらいいのかというわけです。で、その時にですね、これ、ここにあるのは水素から酸素、これ非常に簡単な分子、要するにわずかの数原子でできている分子です。これは普通の状態では気体、水以外は気体です。で、こういうものはですね、実はほとんど我々が必要な元素を含んでいます。すなわちこれはですね、環境。 天然資源そしててエネルギー生命ににまででっている非常に重要なものですで例えばこれは国連がですね2030年に向けたサステナビリティに対するそのゴールに対する目標です、まあ、このように17あるわけですがちょっと眺めてみてですね食料それから健康そして水エネルギーそしてイノベーションというか、まあ、産業そしてそういうものを 地球環境を維持していく、天,天気、そして、えー、水、要するに川、河川、えー、それから海水、そしてわれわれの生活、すこれほとんどですね、えー、サイエンスがかからない、それはサイエンスとエンジニアリングがかからないと解決できない、さらにですね私が言えば、ケミストリーがかからないとどうしてもないということで、 じゃあということで考えていますとですね、再度見ますとこの石油がですね、えー、実は非常に有用なもの、我々の身の回りのものから、それからエネルギー、燃料そういうものまでかかっています。じゃあ枯渇したらどうなるかというと、実はどこにでもあるもの、指揮たすなものを使ってこのようなものへ持っていくそういう産業が出てくる必要があるわけです。指揮たすですから取り合いはせずに済むわけです。 ところがです、ね、このような機体を考えてみたときにこういうものはすぐに混合物になりやすい拡散しやすい濃度が薄い見えない非常に扱いにくいものですでそれを進めていくためにはです、ね、多項性材料がいるわけですでこれを用いることによって低エネルギー常温低圧マイルドな条件で操作できるそういう技術が生まれるはずだというふうに思うわけですじゃあ機体をどのようにハンドリングするかというとまず分離する必要があります そして貯蔵、有用なものに変換するという、この3つが揃って、この機体をうまく使ったえ社会が生まれてくるということになります。ところで、この多項性材料について、ちょっと見てみますと、実はこれ、2500年前にエジプト時代に使われています。これ、パピルスに書いてある。要するに、医療に使ったとか、精製浄化にした。我々のですねえ歴史において、多項性材料というのはですね非常に古くから、 身ののの回りのものとしてて使われていますそしてですね、1 9世紀発見され、19世紀になって、さらに進んできたのがゼオライト、石ですね、無機物です。でこれによってですね石油産業が大きく進展したわけです。ところがですね、先ほど言った課題を解決するためには、まだまだこれでは不十分です。で、そのために標的物質を低エネルギー操作で無駄なく効率よく認識し、補足し、分離し、貯蔵し、凝縮し、変換できる。 そういうういい材料が必要だということこなりますで私たちはです、ね、これをです、ね、20年ぐらい前から開発してです、ね、進めてきたわけです。ところで,です、ね、我々の,あの歴史において穴という概念はどこに出てきたか、むしろそれ文字になったのはいつかといいますと、実はです、ねえー、ほぼ2000年前にもうすでにです、ねえー、この中国でこの穴という概念とこの漢字が生まれています。すなわちです、ね、実態は 多えー、活性炭であったわけですが、我々の概念もですね、頭の中にあって、それを文字にしているわけです。我々にとって本当に身近な材料であるというのが、これの多項性材料です。じゃあ、この小さな穴持ったものの科学というのを今からお話しさせていただきます。えー、と私はですね、えー、学生時代に、まあ、この宋師を呼んでですね、えー、彼は無用のよう、ご存じの方はおられると思うんですが、えー、こういうふうに言っていたと。人は誰でもですね、役に立つものをまあ知っている。 しかし、役に立たないものも実は役に立つんだよということです。2400年前にこんなひねくれたことを言っている人がもうすでにいたわけです。だけど、これは非常にですね私にとってあの新しい新鮮な考え方。まあ、京都大学は人のやらないことをやるとよく言われますが、まあ、言い方変えたらこういうことかもしれません。さて、これはですね、えー、パッと見たら2人の,にあの人が向き合っているように見えますが、実はこれちょっと考え方を変えて、 こういうような壺だと考えると、これまた使い道があるわけです、この空間が。すなわち、ですね、何もない、何もないものは確かにない。しかしながら、これをですね、小さな穴でもですね、空間でも、イオンや分子をうまく使う空間だと思うと、これまた新しいサイエンスが生まれます。すなわち、ある空間をですね、あるもので仕切っていくことによって、ですね、この中が今までにない機能を持ってくる。 というのがあの実は私たたちが進めてきたことであります、まあ、こういうふうにですねいろんなあの空間をこれから作っていこうというので、まあ、レゴと書きましたがブロックゲームでも何でもいいわけです。私たちが子ども時代に遊んだああいうレゴブロックゲームをちょっと考えていただきたいと思います。じゃあチャレンジとしてましてですね私たちのサイズの身の回りのいろんな構造部体があります。 それをですね、ナノのスケールで実現できるのかというのが一つの課題です。すなわちナノサイズの世界というのはですね、我々この手で持って扱うことはできないわけですね。どうしたらいいのかで。その前にですね、この挙手的な我々のサイズの世界はですね、こういうような中象層構造これはパルテロンこれはアンコール・ワットこういうものが歴史上には出てきてるし今もあります。でこれをですねナノのスケールに持っていこうと。 でその時にやはりここにある空間は居住ですがここはですねまさにイオンや分子の世界ですそれが作れるかということになりますで実はこれ私たちやったんですが、えー、こういうような銅と言われている金属イオンとこの有機分子ちょっとこ今日はもう難しい話一切しないという約束でやってますので、えー、ここにあるようなこんな分子ですでこれをですね立てかけるとこの非常に相乗になった中序層構造ができます例えばこれカゴの目カゴ目構造 これできるかと言ったら、こういうようなものを使うとです、ね、こんな綺麗なグリーンの結晶が出ますが、これを中を眺めてみると、籠の目構造です。これはあの岩塩構造といってです、ね、まあ、非常に分かりやすい骨格です。これらも簡単にできますし、この長さを変えるだけで、このサイズをどんどん変えることができる。これはダイヤモンドの構造です。炭素原子がです、ね、こういうようなつながりをしたものがダイヤモンドです。 でこれできるかというと、ここを金属イオンと有機分子することでできます。じゃあこのハニカム、蜂の巣の構造ができるのか。これもできるんですね。これも私たちやりました。銅イオンと銅とこのような有機分子を使うとですね、非常にこの精錬膳と並んだハニカム構造ができます。こういうようにですね、分子をうまく作ってあのデザインして、 そして構造まで設計して作り上げるということができるようになってきました。すなわち、これはチャレンジでもありましたが、非常に現実化することによってですね、素晴らしい世界になるわけです。思ったものが、ナノの世界で作り上げることができるわけです。さて、じゃあもう一回、レッスンです。これ作れるか。岩塩構造。で皆さんの頭の中はこう考えます。 しんどいですね時間かかりますね。これナノ,ナノの世界で我々の手に取る量を作ろうとするともう無限にかかります。これではだめです。どういう方法があるのかと。すなわち何かコンポーネントをえいやっとこう撒き散らしてもですね自動的に組み上がるこういうメカニズムがあるのかということになります。強い見方がありました。それはは何かキーはですね これちょっと専門的になりますが、肺結合という結合です。これはですね、金属イオン、これ金属イオンなんですが、と有機分子をつなぐ接着剤のような結合です。でこれによってですね、こんなふうにですね、三次元に組み上げることができます。まあ、我々の専門用語でこれは金属錯体と呼んでいますが、今日は忘れてください。結構です。で、それをですね、使いますと、デザインした有機分子と金属イオンを混ぜることで、自動的に組み上がります。 だけどこれは自動ではないんです。ちゃんと設計して、情報を与えて、あなたとあなたはこう組み上がりなさい、手をつなぎなさいという情報を与えているわけです。これがあの私たちの科学です。で、できたものはです、ね、これ有機分子と金属イオンで、このようにですね、これ一部、ナノメートルの世界です。こういうふうにつながっています。しかしながら、これがですね、組み上、えー、どん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 、えー、このようにあ繰り返しまして、マクロスケールまで至っている。で、こういうものは結晶と呼んでいるわけです。 さてこの結晶、例えばマイクロメートルサイズは、まあ、非常に見にくい、見えない、こういうような拡大器を使うことになりますが、このようなマイクロメートルクリスタルで、一体どういう状態になっているのということです、1マイクロメーター、実はこれあの、私たちのある手法でやると、きっちりとどんな構造かというのを抑えることができます。で、それで見るとです、ね、まあ、こう整然とこうなっているんですが、このサイズ、今、1マイクロメーターと言いました。 穴が1なのですからここここ個個ありますここ 1, 個です 1, 1, は100万ですででは万なわち1マイクロメーターのあの小さな結晶が100万個の穴が開いた材料になるそれも整然と並んでいるものになるわけですでその中にこのような分子がですねこれ二酸化炭素ですが入り込んでいくとこれが私たちの言っている多孔性肺甲腫金属有機骨格帯、まあ、PCP とかモフと呼んでいます 金属イオンという気分子をデザインして、自在に構造を組み上げるという、そういう科学になります。で、えー、すぐに機能はということになるんですが、なかなかあのご理解していただけない場合もありますので、ちょっとだけナノメートルサイズのあなたってどんなに役に立つのという話をします。えー、これはですね、えー、例えば1立方センチのサイクロと思っていただいていいんですが、4面のパネル、1平方センチのパネルを作りますと、中の表面積は言うまでもなく4平方センチです。じゃあこれ 1> 1マイクロメーターのこのチャンネルをこのように並べたらどうなるかというとこれ400平方センチになりますそれではですね 0.8×0.8 スクエアナノメーターこれでやるとどうなるかというと実はですね平平平方方方メメーートトルルででですすすセンチなぜこれ 0.8×0.8 というとこれメタンという分子が1個0.4ですから4個入るそういうことです。 でこれによってですね、ここで1立方センチだったもの、これ150立方センチでいうことができます。これがナノのサイズ。皆さん、経験ありますね。狭い世界に、あの部屋に人いっぱい詰め込むというのも、こういうことができるわけです。で、それでですね、えー、今言いました、えー、ゼオライト、活性炭、我々の材料で見ますと、ゼオライトはですね、大体500平方メーター、バスケットボールぐらいのコートです。1グラムとってきたら500平米。じゃ フットボール、サッカーでは言うとカセタンは半分、高々そうです。これはですね、4500から6000、7000、8000っていうのが出てきています。まあ、非常に大きな面積も、だから、想像できるでしょうか、1グラムのこの材料は、このサッカー場の面積分の表面積を持っているわけです。で、さらにですね、穴が小さいこと。要するに穴が小さいとですね、この引っ張る力がたとえば弱くても、 この場合だったらブラブラしてますが、これだったらサンドバッグです。これだったら4つ保護からグッと押さえることになります。これがトラップする効果。じゃあこれ簡単に作れるのと、まあ先ほど言ってます。これ一つの例です。ここに金属イオンの溶液、これ雪を廃止の溶液です。これで入れると、これリアルタイムです。早めてません。もうできたんです。でそれをこういう録画するわけです。こういうことを言うとですね、あの 昨日あの、講演いただいた先生方は、あの社会科学系というか、文系の先生方なんですが、そういう先生もも作れる。われわれいらなくなります。まあ、こういうような、で、これなんかどういうふうになってるかというと、こんな世界です。もっと簡単なのはですね、乳鉢で、ニューバ鉢で10分間すりつぶすとですね、きらきら光った結晶が出てきます。で、これ、手がだるいという人はですね、こういう機械があります。ここに入れてですね、これ、あのボールを入れるんです、金属の。で、ばーっとこう、シェイクします。 これはあのモフテクノロジーという会社が見せているムービーです。まあ、私たちもこれ使います。で、そして、そんなに長時間やらなくても、こうやってシェイクするとです、ね、同じことです。ゴリゴリゴリってやる効果でして、もうここにできたということになります。それから電子レンジを用いてもできます。この場合は1分でできます。それからもっと面白いのはです、ね、えー、金属イオンの溶液と海水の溶液を交互にやると、壁にそのキラキラ光った結晶を塗ることができます。 でこういう作りやすさ、それからデザインして実現しやすさ、それからでですね、現在、年間7000を超える報告が出てきます。非常にに競争も激しいい分野になっていますだけど、これ安定なのかとで、皆さんすぐ考えるのは、ですねマクロスケールの世界の常識です。すなわち、頑丈な石は確かに大丈夫だと、無機物は大丈夫だと、じゃあ木の家、うん、そこそこ、じゃあこういうような紙の家はだめだろうとこう考えるわけですが、それはあくまでもマクロスケールの考えです。 えー、このような無機物のものから我々のような材料を見たきにです、ね、例えば60万回二酸化炭素を出し入れしても壊れないそういうものも出ていますそれから強酸強アルカリ熱非常にあの耐水こういうことに関してもです、ね、安定なものも出てきていますじゃあどういう機能があるのかということになりますで私今したように分離貯蔵変換なんですが例えば貯蔵で見てみましょう この材料というのはですね、この先ほどから示した四角い穴あの棒の作られた中にできてるんじゃなくて、こういうような有機分子と金属イオンでできた、こういうような穴の中に入っているというのを思い出してください。で、えー、とちょっとわかりやすくやってみますとですね、これはあ,のあるシリンダーに吸着剤というか、われわれの材料、ようなものが入っているのと入っていないのを使って実験します。ここに、えー、二酸化炭素を入れています。で、片一方はです同じ圧力。 5気圧でやります。同じ圧力でやるとこ小さなシリンダーです。こちら側は吸着剤、多孔性材料入っていないもの。こちら側が入っているものです。で、同じ圧力です。確かにはいで、この圧力でもって温度を開いてですねで。上の風船を膨らませています。すなわち大気圧になります。まずこちら側のですね。えー。法を開いてやってみますと。このゲージがあ1気圧になります。すなわちここに入ります。 まあこの程度ですではこちら側をやってみましょうこれも同じようにですねずーっとこの圧力がこう下がっていきますでここに入っていきますもちろんここの性能次第ですがはっきり言えることはですね何もないのに比べて圧倒的に入る材料が作ることができるわけです それではではすねこのいろんなガスの中で CO2 をもう一度見てみましょう10年前にですねもうすでにですね、えー、と5気圧で1グラム持ってきたらその重さの60%以上は CO2 が入る材料が開発されていますさらにですね50気圧だったら70%が CO2 だというそういう材料が開発されていますで見てみますとですね例えば空のこのシリンダーここにはこの材料を入れた場合ですがこの 9本分がこここにに入ることになりますすなわち、貯蔵という考え方でいえば、この材料にかなうものはほとんどありません。次、メタン。これはですね、20年前に朝日新聞によって出された、この衛星から見たです、ね、メタン分布です、大気圏の。明るいいほどメタンが多い。メタンというのは CO2 同様、温暖化分子ですで。しかしながら燃料です。 これ見るとですね、たまたま日本の上空はないんですが、こうあのあの北海油田中東あたり、北米多いですね。まあこういうようなメタン。実はですね、この材料でいうとですね、このターゲット、要するにオンボードで車に積んで、ね、走らせるには1立方センチ235立方センチ入るといいんだということを言われています。すなわち東京大阪まで行けるわけです。で、それがですね、今やそれ以上に入る材料が出ている。 でドイツの BSF という会社はです、ね、これに積んで,です、ね、走らせようとしているわけです。で私たちはですねそういうことは十分できるんだと分かったんでもっとチャレンジしようということで危ないガスを入れてみようと例えばアセシレンアセシレンっていいろんな原料になるんですがちょっと見てくださいこの車にです、ね、アセシレンボンベ積んでたんですが何らかの原因で爆発したのを表していますでこれがもう,もうほとんど車全体を見渡しても原型がないぐらいです。 ところが私たちはですねこの、えー、我々の材料を使って工業的に有用ううなアセチレンを蓄わしを2気圧で爆発的に反応しますそれをですね安定に濃縮して貯蔵することに成功しました先ほどお見せした中上層構造を使いましたでこれを使うことにこういうような結晶です、えー、これはですね圧力をかけてどれだけ入ったかというのを見るグラフですこれ見たら分かりますように 構造が非常に似ているアセチレンと CO2 の中でもアセチレンだけが入ります。なぜかというと、実は穴を、このチャンネルをですね、断面を取ってみますと、このアセチレンが整然と入っていて、ここにですね水素結合してるんですね、水素結合、えー。水なんかが持っている結合ですね、これがダブルであります。ダブルで水素結合する。そういうふうに作ったわけです。すなわちピン止めしてるわけです。だから、反応消費もできない。これによってですね、 だいたい200倍爆発限界の200倍濃縮しても全く爆発出しませんすなわちこのガスはですね近くへ来ると反応してしまいますだから圧力をかけるというのはこういうふうに近くへ持っていくということになりますそれがたった2気圧ですだから純粋にアセチレンを貯蔵する方法というのは2気圧以上ではなかったしかしながらですね我々のこの材料はですねこのようにアセチレンがおとなしくなって整然と入るわけです まあこういうようにですね、えー、危険なガスであろうともですね、こういうふうに詰めていくことができるというのがあの、えー、この材料の特徴です。で、例えばこれはあのノースエスタングループが作ってあのスピンアウトしたベンチャー会社ですが、これは何かというとエレクトロニクス産業のですね、えー、ドーパントガス。これは非常に危ないガスです。えー、シリシランとかそれからあのあのヒ素系これをですね非常に安定に安全に 大量に貯蔵できるそういういものをもうすすでに発売していますこ,ういうこれはあの、えー、それ以外にですね世界でこういうようなベンチャー企業がもうこの材料だけを売り出す企業がですねどんどん今出てきているとなぜかというと作りやすいからですねでさて分離に行ってみましょうであのこういう中で分離を考えてみましょう でそれでこれは何かというとですね、日本の全産業が使っているエネルギーの分布を表しています。化学産業は三十四パーセント使っています。その中であり四十パーセントが上流等の何らかの形で分離にしているんです。すなわち三四十二ですから、日本の全産業が使うエネルギーの十二パーセントは分離に使っています。そうこうするとですね、最近このようなコメントがネイチャーに出ました。 それどういうことかというとやはりですね世界のその分離の操作を見たら大体いいそのエネルギーをやっぱり10から15%使っていると同じですでもしですねそれがあの解決できたら例えばアメリカの場合はですね CO21 億トン排出を抑えることができるし4400億円の効果があると言われています。で特にここのとということをして,きているんですが、 あのまあ、見てみるとですね、これほとんどガスがかかっています、すなわちガスを分離するということは非常に重要なことになってきているわけです。そこで私たちはですね、やっぱりチャレンジしようと。で、これちょっと見ていただきたいんですが、これ、それぞれのガスのですねサイズと沸点なんですね、でサイズ、何か言うと分かりますように、大きさや形です。沸点というのは分子間の相互作用、強い相互作用するほど見分けやすいわけです。まあ、そういういことでで見た時にですね 例えば CO2 とメタン、これ天然ガスの成分です。ものすごく離れてます。すなわちサイズや相互合細も違うわけですから、これは分離しやすいわけです。ところが、アセチレンと CO2、先ほど言いました。それからエチレンとキセノン、それからアルゴンと酸素、一酸化炭素と窒素、これ非常に似通っています。ものすごく難しい。分けるとしたら、莫大なエネルギーがいるわけです。ところがですね。 身の回りのり混合機体で非常に、例えばこれは抵抗からもどんどん出てますし、えーまあ、空気なんかも分離したいわけですねだからそういう意味で身の回りで必要な分離操作っていうのはものすごくあるわけですがなかなか発展できていないで今までの考え方はこういうものがあれば形とサイズこれで選びましょうというわけですなぜかというと大きな穴だったら相手は認識できないけどそこそこの穴になってくると相手の との相互作用でできるわけですねこういう考え方だったんですね。でこれで歴史に戻ってみましょう。活性炭っていうのは実はいろんな穴が開いてます。いろんな穴が開いてるからどっか合いうのが活性炭。だからこれ早く使われた。次はゼオライトというのはそこそこきれいな穴があります。これはですね、ターゲットを決めないとダメなんですが、なかなか全部にはいかない。ということで、新しく開発する必要があるというのが我々の材料になるわけです。で、その材料はどんなのか。実はここががポイントなんですが 相手に合わせて動くんですこれは有機分子と金属インを使っているメリットがあるわけです。こういうい材材料料が我々の材料なんですすなわち、えー、出し入れを形も変えずにするのか相手に応じて変わるのかというこういう材料これをソフト多効性結晶と私たち呼んでいます結晶なんだけど何か知らないけどスポンジのようだというわけです。でこれによってですね非常に面白い現象ができます。 でちょっと参考になるのがこれでして我々の筋肉にあるミオグロビンというタンパク質は酸素を貯蔵しますえー、ヘモグロビンはですね酸素を運搬しますで実はミオグロビンっていうのはタンパク質一分子でできる機能ですからこんなふうな入り方をします圧力をかけるとダラダラッと入りますヘモグロビンは4つタンパク質があってですねお互いを,を相互作用し合ってますからまあ共同効果と言われてますがだから一部が入ると一遍に全部入るというこれ非常に効率いいですね こういうよういよな吸着しますすなわちこのような相互作用が実は意味を持っています。どうやって作るのかちょっとこれヒントです。これおもちゃなんです。これ見ていただいて分かりますように一部が変形するんじゃなくて全体が変わります。しかしながらコンポーネントは変わりません。角度は変わっているだけです。こんなことをナノの世界でやればいいんじゃないかと。でいろいろアイデアが出てきまして例えばこういうふうにイげタが こういうふうに重なっててもお互いずれれば全体としてソフトなイメージが出てくるこのような超子がいがあればまた違う仮にですねお互いがあのこれがガチガチでもお互いがこういうふうに相互管理をしていてそれがずれればこうなるそしてこれですがこれは私たち開発したものの一つですがこういうふうにですねお互いがこのような重なり合っているんですがこれがですね えー、開くことによって空間が生まれると。まあこういう材料、これ現実にも我々の材料です。でこれをやることで何ができたかというとですね、えー、室温で二酸化炭素、メタン酸素、窒素、全部これ入れるときのゲートが圧力が変わるものができました。こんなものはなかなかできないわけです。すなわち圧力をかけていきますとある種のガスのではある圧力でゲートが開きます。そしてまた これ減圧すると閉じるというものがまあできるわけです。で、これ実際のものです。圧力をかけますとぐっと膨らみます。まあ、こういう材料です。さて、非常に困難な材料があります。これは使用なんです。一酸化炭素です。一酸化炭素というのはこう炭素を含んでいます。すなわち我々の身の回りのものを作る上で非常に有用なものなんですが、 ななかなかです、ね、例えば、えー、こういうような工場から CO が一旦空気に触れますともう窒素とまだってもう分離できませんまあしかしながらいろんなものに使えるいやこれで活性炭って言われてるものをやってみようということで圧力をかけて入れています一酸化炭素も窒素も同じ吸着しますからあ中に入っていきますから分けられないんですねで我々は先ほど冒頭言いましたここにあります 構造を使ってですねこれを分けようということで作り上げましたこんなグリーンの非常にきれいな結晶ですでこれは銅を使ってこういうような雪分子を使って作り上げるわけですがでこれで作り上げますとですね今圧力をかけて入れると窒素はこれぐらいしか入らないけども一酸化炭素だけボーンと入りますこういうものはできたこれなぜかと でこれは実はあの解明いたしましたが今日はですねあのそんな複雑なことを言わずエッセンスだけをお見せしますムービーですすなわちこういうチャンネルがありますそこにですね同イオンがありましてここに一酸化炭素が結合します残念ながら窒素は結合できないで、一酸化炭素が結合するとですねこれがキーとなって横の穴が開きますで開くとですね この一酸化炭素が入っていきます。ということは、また一酸化炭素は供与される。ところがここは混んでますので、窒素が漁夫の利用を、ね、狙ってですね。入ることはできない。一酸化炭素だけが入るそ。そういう装置です。で、これによってですね。どん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 入っていくという。そういうメカニズムで、実はこれは一酸化炭素だけを認識できる材料がまあできたわけです。 でそれによってですね、えー、スタートでは、えー、13%しか CO の濃度がなかった混合ガスをこのように3回やりますと、えー、95%以上濃縮することができるという、こういう材料が出てくるわけです。まあ、このようにですね、えー、貯蔵し、分離しという操作が、まあ、できるということがお分かりになったと思うんですが、例えばこの変換、これはですね、まだまだこれからなんですけども、えー、これをやれば、どういう未来が描けるかというのをちょっとだけ紹介します。 これ、オラささんがですす。す。ね、メタノノエコノミーと本を書いいててままここれれれもも和訳どういうことかというと、ですね、大気中の CO2 を取り込んで、そして再生可能エネルギーと、自からの水素を用いて、メタノールを作りましょうと。メタノールというのは CH3OH。メタノールを作りましょう。メタノールからはです、ね、いろんな化学物質ができます。そして燃料もできます。だけど、これらが燃えたらどうなるかというと、大気に行きます。 だけど大気に行っったてもう一回同じ操作をやれば済むだろうということでこれで回ると社会が回るというそういう非常に夢のような話ですしかしながらですね実際バイオガスは CO2 濃度50%ありますが空気 400ppm ですものすごく薄いですこんな薄いものをどうやってエネルギーをかけずに分離するのかこれ多合性材料です非常に優れた多合性材料の開発によってダイレクトにキャプチャーできると捉えられるということができればですねこういう展開もできるし 現在、いろんな分野でですね、触媒開発が進んでますから、これとジョイントすることによってですね、まあ、進められる可能性が出てくる、すなわちダイレクトキャプチャーという、これこ,こがまあポイントにもなってくる。で、そういうことができればですね、例えば現在、石油や石炭を使って、実はそれをですね、石油化学産業を含めてですね、いろんなものの,あの合成が行われているわけですで。それをスイッチ こちら側に持ってくるすなわち天然ガス系に持ってくると、えー、分離、貯蔵、変換によって、ですね、えー、現在のその産業のシステムを変えることなく、この上流部分を変えるだけでできるということになります。でさらに未来は、ですねどこにでもある資源、空気やバイオガスのようなものを使って、えー、こういうふうに変換していくことによって、ですね私たちの新しい未来、すなわち平和にも貢献するわけですね。 ナショナリズムで資源をです、ね、とにかく自分のところで確保しようということに対して空気は特に空気なのはです、ね、どこにでもあります水もど、まあ、まずどこにでもあります、まあ、こういうものをですね用いて新しい我々の社会を築くというのがこれのデザインですでそのためにはですね現在分離や貯蔵それから一部触媒の話してきましたがこのような例えばインテグレーションしたこういう材料 えー、エ,ネエネルギーをううまく使うそして触媒的に変換するそして、えー、水素の源をうまくそこから取り出していく水素を取り出すようなものがですね集積されたものが、まあ、将来出せるのではないかとうまくデザインしてできるんではないかというふうに私たちは未来を描いておりますでこれはあの理想というか夢なんですがこういうような多個性材料先ほど言ったような材料がですね 実は非常にナノサイズマイクロメーターサイズ以下でできて実はこれが我々の体の中にも運搬できるそして実はこの材料自体が反応を起こして無毒化するもしくはもっと有用なものに変換していく我々の体の中はあのアミン系材料がよくできて体肝臓にもとっても非常に悪いわけですが、まあ、こういうようなものがもしできればですね 非常に素晴らしい夢を描くことができるんではないかというふうに思っています。で今日お話しいたしましたように機体のサイエンスとテクノロジーということで環境天然資源エネルギー今日はちょっと時間がないので生命に対するガスの効果というのは話しませんでしたが非常に重要なわけです。まあ、こういうものをですね自由にハンドリングできるそういうサイエンスケミストリーこれを開いてそして エンジニアリング前持っていって我々の世界を新たに展望していこうではありませんかというのが私のメッセージです。で私の拠点といいますかあの研究所ではですねこのようなアドバンストなポーラスマテリアスを開発して社会に貢献しようというそういう目的のもとに、まあ、あの物質細胞統合システム拠点という拠点で研究しております。ご興味あればあのホームページを見ていただきたいと思っております。でそれで 研究者のの目指すものは何かとあのサイエンティストはですねあの特にあのもう本当に細かいことばっかりもうタコツボやっていて、えー、しょうがないなと思われる方いっぱいいるかと思いますが私たちはですねこの3つにいつもあの頭に置いてますすなわち発見これは誰でもやります発見するとみんな楽しいしかしながらですねそれがですね自分の領域ではなくて他の領域まで行くような意外なものであればそれは驚きにいきます しかしながら他の領域だけではだめで、もっと社会にどの方もですね、恩恵をこうむようなものまでいくと、感動にいきます。私たちはですね、その発見だけではなく、驚きから感動へ向かった研究を日々進めているというのが現状であります。ということで、まあ、私の話を聞いていただいた方々はですね、先人は霞を食って生きるという言葉があるというのは、ご存知だと思うんですが、大体これ、 現実性がないいのででですすね、ね、まあ。悪い意味で使われます、ね、霞を食ってて生きている。しかしながら霞って何かというとですね空気気と水蒸気です。酸素も炭素も窒素もそして水素のエレメントも持っているわけですでこれを変換すれば食料はできる身の回りのものはできる燃料もできる果たしてこの霞を食って生きるというのはですね現実ではあるのかないのか これは将来、20年後、30年後なんですが、ぜひそれに向けたです、ね、貢献をしていきたいというふうに、まあ、私は思っています。まあ、こういうガスを通じてです、ね、夢を現実にする材料というところにあのフォーカスを置いて、日々研究している次第であります。ご清聴ありがとうございました。